ですね、稲葉直人役の戸塚光一です。よろしくお願いします。はい、元気です。はい、ですね、稲葉はどんな人かですよね。ヒルアンドンな人なのかなって気がしました。僕は中村モンドみたいなひょうひょうとしてて何を考えてるかわからないような、そういう怖さがあったり、その何だろう、明るいところがあったり、つかみどころのないキャラクターなんだろうなって。でそれで僕は台本読んで、それで現場に来て、その解釈でいいですかって聞いたら、いいですっていうことだったので、特に僕が思った通りの役作りを、そのまま通しました。はい、大丈夫なんでしょうかね。はい、不安です。自分とね、キャラクターで自分と似てるかって言われる質問、時々されるんですけどね。まあ似てないですよ、やっぱり、ただ立ち位置が、その稲葉って、そのなんだろう、つかみどころないっていうか、そのひょうひょうとしたところ、その部分が、僕もそうですね、もう声優としてやってきて、新人ではないけどベテランでもないだろうっていう、その中途半端さは、ちょっとその稲葉の少佐っていう地位と似てるかなっていう、偉いの偉くないのみたいな、そういうところは、そうですね、似てるかな。中間管理職っぽい部分が、僕もそういう、頃合いなのかなっていう。ちょっとまた切なくなりそうなんで、この辺りで許してください。はい、日村優やらせていただきました。その説はお世話になりましたそうですね、日村 とその稲葉は、まあ、女性に対する接し方っていうのは全然違うでしょうね。あとその日村はどっちかというと内側に気持ちを溜めてしまうっていうか、表に出さない感じですけど、稲葉の方はですね、その内面全ては出すわけじゃないんでしょうけども、一応その人とのコミュニケーションは取ろうとしてるんじゃないかなっていう。ただそのあたりが、その距離がね、その稲葉の方はどこまでが本気でっていうのが、つかみどころがないっていうのが、日村とは違うなって思いましたし、演じる上でやっぱりそのあたりのニュアンスですよね。そのセリフの中にどの明るいニュアンスを含めるのと、その怖いニュアンスを含めるのじゃ、一つのセリフも言い方変わってくるんで、このセリフではどっちを使おうかなとか、結構バランスを取るのが難しかったかなって思いました。はい、一言でエデンとは、一言で何か、それはあれでしょう、ラブストーリーでしょ、やっぱりね。うん、4文字熟語にはちょっとできそうにないんですけどね。で、稲葉の立ち位置っていうのは、やっぱり僕はその今回男性の登場人物がちょっと少ないんで、クッションになってるのかなっていう感じはしました。アクセントっていうか、うん、そういう意味で、そのやっぱり主人公と対極にあるような、対極にあるような感じなんだけども、まあ、うん、みのりさんの作品によくある、いろいろみんな考えてる人たちなので、うん、平坦な人生を送ってないんだなっていう、そういう難しいのがテーマなんですかね。はい、僕は平平凡凡と生きてきたんで、そのあたりはよくわかりませんが、疑似体験させていただきました。そうですね難しい質問だな。やっぱりパズルのね、ピースをね、こうどんどん集めていったら、最後どんな絵になるのかっていう、それを楽しめるゲームなんじゃないかなって僕は思いますね。最初の段階ではどんな風、何が完成するのか、これをその最初のうちにね、前半部分だけだと、一体そのどこに行き着くのかさっぱり読めないんですよね。それがやっぱり、まあ、F もそうでしたけども、ピースをどん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 こう集めていくと、その最後に絵が完成するんですけども、それが、そのみのりさんのね、作品特有のね、最後にこう考えさせられるというか、ものすごい僕今サービストークしてますね。はい
それが楽しみだし、まあ、そこが見せ場なんじゃないかなって思いますね。とにかく最後までやり通さないと途中でやめちゃ分かりませんよっていう気になるゲームだと思います。はい、ですね、F と続いてエデンに参加させてもらったんですけど、やっぱりセリフがすごくメッセージ込められてるんで、僕の希望としましてはですね、何かをやりながらそのエデンをプレイするんじゃなくて、一言でも聞き逃してしまうと後のニュアンス分からなくなってしまうぐらい、かなり込められてるものがあると思うんで、エデンをゲームする際はですね、5分でも10分でもいいんでエデンのためだけに時間をその作っていただいて、集中してやっていただけると、最後にこのみのりさんたちが訴えたいそのテーマが見えてくるんじゃないかと僕はそう思っております。はい、なので皆さんゲームプレイするのを楽しみにしてくださいね。ありがとうございました。